どうも、チャプター3のダイジェスト前半です。観測データダッシュから2つ目をいつも真正面にしていましたが、下を先にやってみています。後半戦への道を考えるとこの方が綺麗ではないかと思います。しかしやはり全チャプターの中でもチャプター3は長いですね。1回で収めよう。風車の羽って障害物じゃなくてダメージ判定なのか。1回で収めようと思いましたがめちゃ長くなりました。あとダイジェスト編集が一番大変でございます。メインシステム戦闘モード起動。燃料基地襲撃です。対象に特攻で2分ぐらいです。ここはエクドロモイだけですね。そのエクドロモイもこのルートではすでに一度戦っており倒してますね。ただミッションは別にオルトにならないので会話に変化はありません。はい、もう近接型終わりです。ダイジェスト編集の何が大変ってどこを残すか考えるところです。敬意を示すのが主目的になると思いますが、当シリーズでは全集で見たものを飛ばす意図でもあるのでなくても良いとも考えるのです。さあ、じゃあどこを逃終わり。メインシステム戦闘モード起動。ベスパー7排除です。もう慣れた。まだ慣れてません。メインシステム戦闘モード起動。ベスパー7排除です。もう慣れたものですね。皆さんは失敗したシーンなど見なかった。いいね。もしもし、ロナルドです。今回こそ取引に応じます。前回は勢い余って倒してしまったのでレーザーキャノンは以後チャージせず撃ちます。一撃必殺に重きを置いたアセンなので生け捕りはなかなかに難しい。とはいえ火力が低いとそれはそれで戦闘自体が難しい。いろいろ考えると人によってはここで分岐を踏むのは、うわー倒しちゃう倒しちゃう、お前まだかーい、分岐を踏むのは少し難易度が高いかもしれません。お、来た。では情けない命乞いを聞きましょう。私はベスパー第7隊長、つまり会計責任者でもあるということだ。部隊の入出金については私に管理権限がある。見逃してくれれば悪いようにはしない。わかるな。まあ尺ではありますが応じます。素晴らしい、道理をわきまえているようだな。貴様にはスネイル閣下より褒章が下るだろう。私の指導を胸にますます励むのだぞ。ちなみに応じた直後は1ダメでも与えると倒せる状態になります。スウィンガン撤退しました。メイム、あなたの選択は尊重しますが、枠外には出られないので影に隠れる感じで撤退するのね。機体反応。真偽に降り立つ任務の振り子、万死に値する。サンズの私の六文銭、しかと受け取れ。どうも六文銭さん、レイブンです。忍者殺すべし。久々に忍者スレイヤーのアニメを振り返りましたが、やはりいろいろとすごいアニメでした。としか言うましかなく撃破。軽量型だから当たれば一発。次なる雇われよ、コーラルと共にあれ。敵 AC の撃破を確認。いろんな人がいるものですね。リザルトを見るとこんな感じ。やはり企業なのでお高い。で、クリア後のメッセージも変化するので記録しておきます。新着メッセージ一件。アーキバスグループ傭兵企業担当、ベスパー8ペイターです。第7隊長を除名され、解放戦線の AC を撃破されたそうですね。当社から報奨金が振り込まれていたはず、確認はお済みでしょうか。なお当事者たるスウィンバーンは集隊を晒し部隊の品位を下げたとして、スネイル閣下の命により再教育センターに移送されました。引き続きアーキバスグループをよろしくお願いします。メインシステム戦闘モード起動。新型機体鹵獲阻止です。行動破壊工作と選択で、これはどちらでも良いはずですが、なんとなくこちらを選択。体は逃走を求めるがコンセプトだからね。仕方ないね。本当か、
この HC は微妙に強いんですよね。ブレードが速い、そういえばすぐ落とせるのでなったことはないんですが、3機が合流することもあるんでしょうか。さすがに LC2 機とはいえ3機同時相手はしんどそう。だからブレードが速いんじゃ。そのチートブレードを AC にもください。お願いします。メインシステム戦闘モード起動。大型ミサイル発射支援です。時系列はパート A と無人養生都市調査オルトの後になります。なんか今回は打ち漏らしが多いな。敵がミサイルに近づいている。編集時段グレネードとか範囲武器使えば小物は一掃できそうですね。いや今回ダメージ多いな。これでトイボックス3体はどうだろう。いつも右側はダメージが多くなりがちだけども、というか防衛砲台の火力やばいな。うわーやばいやばい、落とされる。というかもうミサイル撃たれ、2周目までで3機生存していたのは奇跡だったんじゃないか。多分ここはうろ覚えの手順だとやはり厳しいんだなと思った。攻め込まれてるよ。仕事をしてもらおうか。仕事しとるわ。さあ派手に打ち上げるよ。最後は花火鑑賞。星になりな、コウモリ野郎ども。ビジター、着弾予測地点を表示しよう。ちょっとずれたか。メインシステム戦闘モード起動。今回の最後は執行部隊殲滅、特務機体撃破と選択ですが、カタフラクトにはまだどうも苦手意識があってこちらを選択。コード33現着した。コード334こちらも現着した。執行部隊のコード表とか作ってる人いるんだろうか、見てみたい。編集していてそういえばと思ったのですが、こいつさっき倒してますね。周回ミッションはやはり既存敵を適当にくっつけただけのように見えて安易に思います。6は特別考慮処理が入っているので大丈夫そうですが、ゴッドイーターとかそこらは考慮処理がないので難易度が 2.5 倍かそれ以上になることが多々。複数の敵の組み合わせを安易にやるのはおやめいただきたい。バルテウスと AC みたいな組み合わせがなくてよかった。そういえば縦アタックも AC でできないアクションですね。表で見かけましたが確かに LC と HC も使いたいところです。システム的に難しいでしょうから終わり。ハンガーに戻ってきました。これについてはあるタイミングでまとめます。ということで今回はここまで。次もダイジェストなので時間がかかります。それではまた。